サンミゲル島の一島内の茶畑サンミゲル島は、アゾレス諸島最大の島。ポルトガル領。アゾレス諸島の東部群島の一つで、面積は759平方キロメートル。人口は約13万人で、アゾレス諸島全体の人口の半分強にあたる。島は東西にほぼ90キロメートルに伸び、南北に8から15キロメートルの幅がある。 アゾレス諸島の他の島同様に火山島であり、島内には多くの温泉や間欠泉が見られる。東からフルナス、保護、セテシタデスの3つの清掃火山があり、それぞれにカルデラ湖が付属している。最後に噴火が見られたのはセテシタデス山で1880年のことである。島内中央部のフルナスには温泉があり、観光客が集まる。島内は ラゴア、ノルデステ、ポンタデルガダ、ポボアサウン、リベーラ、グランデ、ビラフランカドカンポの6つの行政区に分かれる。主要な町は皆海に面している。ポンタデルガダの人口は7万人で、アゾレス諸島の人口の3分の1以上が集中する、アゾレス諸島最大の都市である。また、アゾレス諸島自治区の首都であり、行政と文化の中心となっている。 1976年にはアゾレス大学が設置された。またポンタデルガダには島内最大の港と空港がある。市の西端に位置する空港からは、ポルトガル本土のリスボン及びポルトから航空便が開設され毎日発着するほか、アゾレス諸島の他の島にも定期便が就航しており、観光の拠点ともなっている。島内の主な産業は漁業、観光、茶。 パイナップルの生産である。ありがとうございます。